ちょっとね、ゆっくりね、白戸あたりでちょっと泊まってもいいかなと思ってみたり、思ってみなかったりね。結構景色もね、なんかこれいいじゃないですかね、日差しの気が入ってて。コインランドリーもあればナムコもね、ナムコも入ってる赤ちゃんラウンジ、これどういうプレイなんでしょうか。そして屋内プール、キッズも遊べるし、お風呂サウナもね、あるもんね。リンパのメガネも、まあそういろいろなこの施設が入ってるんですけどね。ここはテント、前言うと、こう地下に降りていく感じの、下に降りていく感じの、ね、しかもプールと、こういう室もあるから。お食事所は結構、これ、まあ、ここはまあ、で、ビュッフェやね、ビュッフェ。こういうのがなんか、子供たちが遊ぶ場所もある。
冷やそうめん、何を言う、早火言う、北天言う、北斗。いや、海はね、夕日が綺麗ですよね。すごくね、夕日が出てきてね、ちょうどこう、海はあって、景色的にはちょうどいいかな。うん、噴水のね、川のこう流れで、まだね、結婚式もしてある人もいるし、新郎新婦さん、並んで、ね、いいですよね。富士山が向こうにね、見えてる感じでね、その手前の橋もこうね、あれ何ブリッジですか、もあるし、ね、いや、自然の景色ってやっぱり綺麗ですね、やっぱり。街が生きてるっていう感じですね。もしかしたらこういう感じじゃないですか、もしかしたら。俺ちょっとね、悪いことしたら思うんですよ。何が悪いこと言うのは、食べ放題やから言うてね、そんな名前食べたら店儲からんや、そんなしたら。ちょっとおしゃれな、俺ちょっと今日やりすぎたわ。これちょっと悪いな思って、あんまり食べすぎたらちょっと店儲からんや、こんなしたら。食べすぎたらこれ、飲み屋ビルあります。1、2、3、4、5、6、一番上からなんていうのかな、あれね、次、クラブ令和、もうそのままやん、そのままやん。次、ゴッドファーザーってあるな、キーバスリーガーの12のものって言ってベースは、今ね、バーに行ってちょっと一杯ショットで飲もうかなと思ってるからね、5分経っても10分も来ないんでね、とりあえず一旦部屋に帰ることにしました。そのまま来なかったんで、今日はショットバーで、ターキー山田家12年もの、そういうの飲もうと思ったんですけども、こっちで我慢しとくかな、これで我慢します。これお茶の代わりですよ。何しよっかな。あちゃ、あた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 、何さんでしょうか、あれは。うん、なんかこういろんな建物がありますね。うん、こちらにもありますね、これね。なんか店ですかね、あれは。
ないと思います。